幻の番組じゃない幻の番組で行こうか幻の愛の番組なになに皆さんこんばんはピンマイクつけといてはいタイルタイル何読めばいいのこれ始まってますこれあ大変大変今日は一夜限りの幻の番組になるでしょうですね幻の番組っていうタイトルでちょっと始めていきたいと思います今夜のゲストを紹介しますじゃあハピママ3人組どうぞ美人3人組どうぞはい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 来てください来てくださいはい皆さん来てください皆さん来てくださいどうぞどうぞはいはいはい来てくださいはい来て来てはいよはいもう一人はいもう一人入ってはいピンマンクつけてはいはい美女が揃いました素晴らしい素晴らしいいいですねあんねぎやいやいやいや眩しい眩しい素敵素敵これどこつけるか、はい、はい、まあこの状況はうん手探り屋さんがまだ来てません。まだ来てない。まだちょっと今こうやって向かっているので。はい、向かってます、今ね。はい、なので、急遽、滝口いくみさんの幻の番組がスタートしました。はい、一夜限りでございますが。はい、一夜限りの番組です。はい、イエーイで今回ちょっと進行させて、ちょっと逆ね、はい、いただきたいと思います。じゃあ、今夜のゲスト。はい、今夜のゲスト、ハピママチーム。ハピママチームはいはい皆さんはいよろしくお願いします美女が3人撮れましたイエーイじゃあ早速ですねちょっと眩しいあコメント早速コメントさすがはいじゃあ読んでいきますねタランタランおアラマですアラマアラマいいですねいいですねアラマのコメントいただきましたありがとうございますありがとうございますはい、じゃあですね、早速自己紹介の方していただきたいと思います。はい、はいはい、じゃあ美女3人組お願いします。はい、どうぞ。どうぞ。はい、譲り合いですね。日本人ならでの譲り合いですね。はい、はい、じゃあゆかりんからどうぞ。ゆかりんこと村松ゆかりです。3人でハピママをね、うん運営してるんですけど、うん焼津の、うん海の方ね港町の方で、うんうん、時代屋カフェを7月にオープンしまして、うんうん、イエイおめでとうございます時代屋カフェオープン7月にオープンしましてかき氷とタピオカのお店を、うんオープンしたんですけどちょっともう涼しくなって秋になってきたのでね、うん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 、ちょっと冬のメニューを考えようかっていうことで、うん、そうそうのんびり考えてますのんびりちょっと秋になっちゃったんですけどそうねサイフォン買ったのでコーヒーお出しできるようになりますいいですねそうそうそうすごいのんびりなの私たちそうですよ、ねまた時期遅れちゃうな、ねうん、ゆるくねゆるくねゆるすぎちゃって本当遊びに来てください行きますタピオカはありますかありますやったタピオカ飲みに行きます、うんうん、はいミポリンキラキラミポリンお願いしますはいはい、ハピママチャンネルのミポリンこと秋山美穂です。イエーイ、かわいい。ありがとう。そう、時代屋カフェで3人でやってます。うん、そうで今月からコーヒーを、うん、お出しすることができますので、ぜひぜひ来てください。はい。よろしくお願いします。はい。はお願いします。はい。ハッピーママチャンネル、ともみんです、うん。よろしくお願いします。はい、お願いします。イエイ。はい。何やってる人か自分でもよくわかりません。そう、よくわかりません。はい。いろいろやってますよね。いろいろやってます。主に。うん、主に、うん。主に。うん。引き寄せ。うん、資産運用を。お時代やカフェ。うん。うん番組パーソナリティ、ルーン鑑定士とか、そう、うん、出てきたね。すごい出てきたね。たね、はいねうん、すごいね、うん。いろいろやってる。いろいろやってます。うん、はい、はい、
よろしくお願いします。はい、かわいい、よろしくお願いします。この3人はこうなんでこのメンバーで活躍活躍活動、うん、活躍活躍しだしたんですか。うん、きっかけねえ、なんだ、なんか、うん、出会ってるのは結構前なんだよね、うん、前だね、うん、そうだね、ミホちゃんとなんかすごい上の子ちっちゃい時だからそうだね、10年くらい長いのね、付き合いなんだけど、うん、最初は食育とかを一緒に学んでて、うん、そう、すごい、それで、うん、どれくらい前、ゆかりちゃんが、うんうん、私のところに訪ねて、うん、頼もうって頼もうって訪ねてきてくれて、突然そう2年半前くらい、くらいかな、2017年だよね、突然ピンときた友達ちゃんに LINE をしたのがきっかけで、はいね、ピンときてね、それから、うん、濃いお付き合いに、うんうん、そうそうそう、怪しいね、濃いお付き合いね、怪しい、いいですね、うんうん、そう、うん、なんか、うん、そう、みんな、うん、なんだろう、スピリチュアルなこととかが好きで、うん、目に見えないね、世界とかね、素敵ですね、あと、うん、なんだろう、自分の人生幸せにしてこうみたいな、うんうんうん、そういう生き方にちょうど切り替えてったところで、うんうん、そう、またつながりあって、そうだね、再度ね、そう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 、うんうん、それでめっちゃ仲良くなったっていう、そうだね、時期が一緒だったんだよね、一緒だったね、そうそうそう、刻み始めた、なんか私ともみんと会ったのが1年前の1月ぐらいだったんだけど、うん、そうだね、その頃にも出来上がってたよね、出来上がってたよね、そうだね、出来上がってた、なんかお三人なんか揃ってた気がする、そうだね、前の年かな、うんうんうん、その前の年だよね、に出来上がって結成されて、でトモミンからのご縁だったよね、そうそうそう、お会いして、でもほんと3人セットな感じだったよね、その頃から、そうそうそう、ね、出来上がってたよね、出来上がってた、でなんでこう今こうハピママみたいな風にこう最終体験になったのか、最終体験になったのか、それはね、今年だね、今年結成されたってから、うんうん、なんか3人で何かやりたいねっていう話が出たんだよね、うんうん、急に急に、うん、そう急に出て、でそこから、うん、1月15日の、また日だね、忘れもしない1月15日の幻の、何何、あの私がホテルの朝食スタッフやってて、その時皿洗いしてたね、そしたらさ、うん、インスピレーションがぐわーって降りてきちゃって、お皿洗い中です皆さん、お皿洗いしましょう、もうやばいです、もうはーみたいな、はーお皿洗いながらはーみたいな感じでやばい、なんかこれはもう2人に伝えなきゃいけないっていう、うんうん、まずコミュニティから始まり、なんだっけ忘れちゃったその後、うんね、なんかね流れ、うん、一連の流れ、ね、これからやっていくことの一連の流れっていうのが、うんうん、3日間にわたって仕事中に、うんうんうん、やーって降りてきてあーってきて、でそれをもうすごい勢いで伝えてたよね、うん、そうだね、なんかもうやらされた感じです、やらされた感じ上からね、そう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 、あーって流し、うん、そう、うん、でそこから形を作ってった、うん、そうだね、すごいね、7月に、うん、お店を、そうだよね、早かったよね、うんうん、そっからダダダダってお店やるって言って確か、うん、まあでもね、ほんとね、夏休みの宿題を最終日にやるタイプの3人でやるので、やるって言ってたけど、お店をやるにあたっても、ものすごいのんびりで、そうだったね。そう、7月24日オープンで、なのに、で、前のね、そのお店の食器とか、なんかね、居酒屋だったのでね。もういっぱいいろいろあったんだけど、7月入って日が過ぎ、あれだよね、うん、7月1日スタートみたいなね、そう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 、うん、そろそろみたいな、もう大変だった、やっとエンジンかかりみたいな、うんうん、エンジンかかるの遅いんだよね、うん、びっくりしちゃうね、そう、追い込まれないとやらないので、そうだよね、一応日付決めてたからよかったね、オープンのね、あ、そう、ね、そう決めてたから、そこがすごい、うん、そうしよう、今度からね、とにかく、うん、そうしよう、そうしよう、そうそうそう、うん、とにかく、うん、そのオープンだけはさせようと思ってね、うん、そうね、何が何でもね、うん、そう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 、うん、そこはね、スイッチが入ってて、うん、めっちゃ頑張った日夜ずっとお店にいる感じでだったんだ、だったんですよ、すごい、それだもんで、オープン初日と2日目は私もう体が
痛くて重くて動いたね、うん、激しい疲労でした ね、 ね、いい思い出でしょ、うん、今となっては今となっていい思い出だけど、まあ、面白かったよ ね、 ね、 なんかすごいね、こんなにやるっていうのもなかな か、うん、なんかドラマチックだね、そうなかったので、うんうんうん、そっか7月に無事オープンさせて、うん、なんかすごい大盛況って聞きますよ、うん、ね、最近暇だ ね、 ねだから見てちょっと涼しくなってきたね、そうそう、うん、切り替えの時期だからと思っていろいろ、そうだね、早く秋メニューってことだね、きっとね、うん、今のうちに作ってってことですね、うん、皆さん、うん、もうめっちゃ混む時は本当ね気持ち悪いくらい混む、気持ち悪いくらい混む、そうだ、目が回る、うそ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 う、みんな今がチャンスだよ、チャンス、ありがたいな、あ、もう秋冬目、タピオカすごい美味しいから10月くらいからは入るかな、うん、始まるかな、そうだね、始められるかな、うん、ね、あったかい食べ物も、ね、うんうんうん、でランチもやってるって、ランチね、カレーね、カレーなんだよね、トモミンお手製のカレーライ、あ、そうそうそう、まあ、私のレシピ、いいね、私のレシピ、そうそうそう、そう、中学生の時からのレシピで、うんうん、そう、私が中学生の時から作ってるカレーのレシピなんですよ、中学生からレシピなんて考える、3時間くらい煮込むし、ね、あと飴色玉ねぎも作ってやるので、あ、いいね、あのかなり手は込んでる、ねえ、うん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 、素敵、そうそうそう、うん、ね、カレーライスと、あとは甘いものは私甘党なんですが、ケーキ始めるね、あ、ケーキ始めます、ね、うん、あ、いいですね、夏場はかき氷をやってて、まだまあかき氷もあるんだけど、食べたい人はね、うんうん、で、うんうん、そんな感じ、そう、ね、ケーキをちょっと浮かせて、そう、ケーキをちょっとあの、うん、近くのケーキ屋さんの方に、男性一人でやってるケーキ屋さんなんですけど、そう、その方にちょっとお声をかけさせていただいて、そう、ちょっとうちカフェやってるんですけど、誰もケーキが作れなくて、ケーキ作ってもらえませんかって、そう、ちょっとお願いしたら、あ、大丈夫ですよって優しくオッケーしてくれて、そう、それでその方とまたちょっとお話しして、ご縁ですね、ね、行かせていただくことになりそうです、地域の人も巻き込みながら、素敵なカフェを本当になんかこう、ね、なんだろう、時空をじゃないけど空間がすごく変わるかな、時代屋カフェさん入った瞬間に、あ、なんだろう、この感覚懐かしいような、落ち着くような、癒されるような、すごい素敵な雰囲気を、出してる感じで、すごい居心地が良くて、居心地がいいです、すごい居心地良かった、私たちも仕事する気になくなっちゃうんだよね、そう、そう、緩むよね、動けなくなっちゃう、すごいくつろいちゃう、そうそう、くつろげる、まあ、働いてる人たちがね、リラックスしてるから余計にお客さんは気持ちいいのかなって、あ、そうね、私は感じて、そう、本当に自然体でいられてのんびりできるし、うん、時間を忘れるようなね、感覚が本当おすすめで、そうね、時間忘れる、なんかタイムスリップ、そう、前までタイムストリップとか言ってたんだけど、言ってたよね、あの時ね、そうそう、言えなくて、そう、言葉も言えなくなっちゃうんだけど、本当タイムスリップしたような空間で、本当良かったです、やっぱ体感ですかね、そうだね、すごく良かったので、ぜひ、どうした、沖さん、いや、見てるだけだよ、すごい覗いてきてる方がみたいな、すごい、すごい、何、眼光でさ、やっぱ美女がね、見てくるから、どうしたと思って、見よう、あ、そうだね、ルックルックルックね、いいですね、見られてる感いいですね、綺麗になります、珍しくない青木さんがこんなに身を乗り出して、ね、ちょっとさ、このさ、かわ、もう可愛い女子、ね、あ、ありがとうございます、ビューティー女子、嬉しいです、青木さん好きだもんね、綺麗な人ね、そこ好きだよね、綺麗な人の周りで綺麗な人がいて、いいね、ね、ありがとうございます、じゃあ今日3人はこれからどんな風になっていきたいなとか、こんな活動していきたいなとかあるんですか、うん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 、ちょっと教えてください、美女3人、どうです、私は、なんかみんながこう幸せになることのサポートをしてるので、なんかもっと
と何だろう、こう夢を応援していきたいなっていうのがあって、その、まあ、夢をお互いにね応援し合えるような家族を作っていきたいっていう、ファミリーですね、素敵ですね、ピママファミリーですか、一緒にそう幸せになっていく、でお互いにその夢を応援し合える、そういう関係、確かになんか家族みたいだよね、なんか家族を超えた家族みたいなさ、感覚だよね、もうさ、ここさ本当に、あの時代屋で一緒に住んでるんでしょ実は、まあ、そうなってるかもしれないね、実はおはようみたいな、そんな感覚でいられるよね、あそこに行くと ね家族のようなカフェだよね、すごい素敵、どうみぽりんは、そうね、思いがあります、なんかお店にみんな来てくれて、どんな人でも、そう悩みを抱えてる人でも、そうなんかただなんか喋りたいっていう人でも、みんな来てくれて、でなんかこうすごい気持ちいい気分になって、そうで帰ってくるね、家に帰るっていう感じでね、そうみんながこう気分よく、そう気分が上がって帰って帰るみたいな、確かにそう、おしゃべりにこう、そういろいろ、そう来てほしいなって思います。確かにみぽりんに会うだけでこうキラキラ度が映るから、そうそうだよ、そうだよ、そう暗くてても落ち込んでてもちょっとこの光の粉みたいなの浴びて、そうそうラメラメってなって帰れるから、ほんとティンカーベルみたいに、そう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 飛べそうなね、心が軽くなるような風にしてくれるのがやっぱみぽりんのいいとこだからね、きっとどんな人が来ても受け入れてくれるでしょ、そうだね、そうそうそう、受け入れたりして OK でしょ、うん、そう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 、優しいから、うん、きっとそうなるんだろうね、素敵、いいですね、いいですね、楽しみ、みんな会いに来て、そうそう、みんな会いに来て、みんな会いに来て、じゃあゆかりんはずっといていいの、すごいコメント入りました、ずっといていいの、6時まで、そう6時までだからね、お時間許す限りそしたら入りいただくけどね、そうそうそう、オッケーですよ。寝てっちゃう人もいるよ。ねえ、素敵だよね。もうぐっすりと。寝ちゃっていいの？6時までね。あの6時まではね。どんだけ痛いの？面白い。素敵。でゆかりんはどうですか？私やっぱもう考えは一緒なんだけど。そうだよね。やっぱお店に来てくれる方たちがやっぱゆるっとこう緩んでもらって。いいね。そう。やっぱこう笑顔になってもらってね、みんなで楽しくこうワイワイこう喋れる、そうコミュニティの場みたいな、そんな感じでやっていけたらいいなっていうのと、やっぱもっと自由にね、自由、そうもっと軽く、その人自身が、まあみんなそう、私もそうなんだけど、望むところは、でなんか今ゆかりんがあのなんだっけこれ縄跳びしてる姿が見える、それは何？エクササイズかな？ぐらい軽くね。もっと軽く。軽くね。もうそのまま飛んでちゃうぐらいな。でもそんなイメージかな。でもそうだよね。そうそう、みんな面白い。軽くね。面白い。なんか日々過ごせていけたら、そうだよね。いろいろあるもんね。楽しいなって。そこに来てね。そうだよね。ジェダイヤカフェの主だもんね。一応名ばかりの、名ばかりじゃない、主でございます。ゆかりんの笑い声はすごいパワーがある。そう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 、高周波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 だね。そうなの、本当にこの笑い声を聞くと、なんだろう、元気になるよね。ありがとう。よくないな、跳びしながら笑ってた、めっちゃよくない、酸欠酸欠、跳びするか、跳べるかな、ね、そうだよね、笑顔がやっぱりね、みんな花開いててすごい素敵だなって思うのがこの3人の共通点かなって、ありがとうございます、すごい笑顔が、まあ、釣られちゃうよね、見てるだけで、ありがとうございます、そうそうそう、今日はテレモードで、でも受け入れてますね、受け入れてますね、いや本当そう、誰も否定しないで、感じますよね、画面越しにこの笑顔、いいだよね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 、静岡弁、急にここで出た、ここで出たね、ここで出た、いいだよね、そう本当に、だから3人の活躍がこれから
楽しみですよね、うん、ありがとうございます。すごく、うん、どうなっていくのかなってとこですけど、うんうん、もっともっと自由になるだろう ね、うん、ね、みんなもね、うん、きっとね巻き込んで、そうそう、みんな巻き込みたいね、みんな巻き込み、みんな家族にしちゃってね、そうだ ね、 そうだね、もうトルネードだね、トルネードだねそうだね、トルネードにしていいね、みんなでね幸せにね、うん、なんかそのハピママって言ってたか、ママ限定なのかなと思ってたんですけど、そういうわけじゃないですか、うん、全然全然、うん、ちょっとお店オープン前にママたち集めてお茶会やってたんだよね、うんうん、そうなんだ、うんうんうん、だけども、うん、今あんま問わず、うん、そうだね、だね、うんうんうん、男の人もね、うん、オッケーだし、あら、まあ、そうそうそう、あら、うん、ですってよ、皆さん、うん、ですってよ、うん、あ、そう、そこなんで、うん、なんで、なんで、ママ、うん、あ、初めね、うん、ハピママはね、うん、やっぱお母さんたちが笑顔でね、うん、輝いててくれれば、うん、そう、家庭が輝くよねっていうことから、うん、お母さんたち笑顔にしたいねっていうふうに活動を始めたんだけど、うん、やっぱお店はね、うん、もうどんな方来てくれても OK なので、うん、あ、そうか、そうだよね、うん、お店はね、そうそうそう、確かに、そう、ママなんだよね、3人ともね、うん、そうなんですよ、ね、ママです、ママやってます、うん、まさかの、うん、謳歌してるママです。相談事してくれると私喜ぶね、うん、そうだね、相談ごとどうぞ、お悩みごとどうぞ、カウンターセッションなのでいいね、公開セッションになりますけど、そうそう、公開ですけど、公開になりますけど、カウンターセッションなので、その後ね、うん、泣いたら寝れるしみたいな、そう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 、あ、そうそう、あとセッションで思い出したんだけど、うんうんうん、今そういう何、うん、こうセッションできる人がたくさん集まってきてて、うんうん、そうそうね、時代屋に、そう、時代屋にいっぱいいるよ、そう、いっぱいいるの、うん、うんと、うん、毎月、うんうん、第2水曜日は、うん、アートセッションやる方と、あとアロマリーディングやる方が、うん、あの時代屋カフェ入ってくれて、あのセッションやってるんですよね。いいですね、うん、で、あとは、うん、まあ未来カフェが4日に、うん、来月4日にやるじゃん ね、うん、それとあと、マヤ歴鑑定とヒーリングをやる方も不定期だけど結構いるね、うん、結構1週間に何回か多いね、多いね、あと来月は手相の方も来てくれます、ね、あら、あら、いいですね、手相、まだ日程は決まってないけど、うんうん、そうだね、楽しみだね、ともみちゃんもやるしね、うん、あ、私はもうカウンターセッションです、ね、カウンターでね、うんうん、うちの娘もやるので、あ、そうそう、娘さんもちょっと絵を描いてくれるの、そう、エネルギーのね、そうそう、アプリで絵を描いてくれて、すごく素敵なね、うん、カラーの絵を描いてくれるので、うん、相当すごいので娘さん、うん、すごく良かったので、また来てください、うん、いいね、すごくね、待ち受けにしたりもできるから、あ、そう、待ち受けにしてる方結構いますよ、お守りじゃないけど、そう、うんうん、すごく良かったので、ぜひそれもね、うん、そう、変化も楽しめるのでね、うん、結構定期的に、そうそうそう、また見てもらうと違ったりする、そう、違ってくるので、そう、面白かった、それもすごく、うんうんうん、時代カフェに行くとできるんだ、占いカフェ化してるんだよね、だからそうだね、占いカフェ屋らしいですよ、かっこ、かっこ、裏面、裏面、そうそうそう、今度裏メニューとか作ってほしいな、あ、裏メニュー何気にいっぱいある、いっぱいあるね、なかった、みんな裏メニューも聞いてください、ぜひ、あるそうですよ、え、楽しみだね、すごいね、じゃあみんなそこでね、家族みたいになって、そうだね、そうだね、占いの館になって、ね、館化するよね、館なっちゃうね、楽しみ、すごくいいね、なんか自然と育ってるね、うん、みんなが集まって、ね、自然の流れで、そう、すごいよね、ほんと7月だもんね、まだね、だって、あ、そうそう、うん、うん、すごい、じゃあ、はい、そろそろ、はい、あっちゅう間ですね、はい、美女とのおしゃべりはおしゃべりあっちゅう間ですね、お時間になりましたので、はい、また会いに来てもらいたいと思いますので、ね、じゃあ今日はこの辺りで、この辺りで、この辺りで、はい、一夜限りのこのメンバーで、じゃあ次の番組を、はい、次の番組が木村美香のラジオみたいなテレビ、美香ラジ TV です、イエーイ、イエーイ、ぜひ見てください、じゃあ今日はハピママの3人組、美女3人組でした、ありがとうございました、ありがとうございました。